皆さん、レノバでワクワクしてますか？勝手にレノバを語るラジオ、DJ ツインキューです。今回は第16節、レノバ山口 FC VS FC 町田ゼルビアについて語っていきます。はい、今回はですね、株式会社プランハウスプレゼンツ下関サンクスデーということで開催をされました。そしてですね、下関ですね、はい、下関市営下関陸上競技場で開催ということで、今年1回目のですね、下関のステージということになります。もう1回ですね、下関が今年はね入ってますので、またね、下関に来る機会があります。で、今回はですね、1万人のね、オレンジフェスということで開催をされたんですけども、ちょっと日程が悪かったですよね。土曜日ということで、結構ですね、いろんなところでイベントがあったり運動会があったりということでですね、普段だと維新で見かけるサポーターさんもね、子供の運動会で行けねえっていうような感じのね、ツイートなんかもちょこちょこと拝見をしましたので、ちょっとね、まあ残念だったかなというような感じですね。はい。で、いつものごとくですね、スタジアムの話になりますけども、まあ下関サンクスデーということで、ブースの方はですね、下関のブースなんかがね出てました。あと、今回のカンブレマッチのプランハウスさんですね、不動産関係の会社さんみたいですも、まあそちらの広告がね出てたりというようなこともありましたね。あとは、まあ、下関のねボートレースということで、ボートがねありまして、まあそれ記念写真を撮るとなんかねガラポンができるというね、ようなことをされてましたね。はい。この競技用のボートはですね、私以前に徳山ボートの方でですね一回乗らせてもらって写真を撮ってますのでね、今回はちょっとパスをねさせてもらいましたけども、どうだったんですかね、ちょっと全体的にねお客さんが少なかったので、ちょっとねブースの方は寂しい感じかなというふうなね、状況でした。はい。あとはですね、イオンフィールドということで、すいません、ちょっとね私一応ぐるっと回ったんですが、あんまりですねブースの方ははっきり見てなかったんですけど、長利さんのねブースが出てるのは分かりました。はい。田伏町のところはですねよく分かんなかったですね。はい。あとはですね、イベント情報ということで、来場者はですね、カラーファイル、あと顔料焼きですね、これ入り口で配布をねしてました。で、あとは海峡館のね入館料が半額ということなんですけども、これどうなんですかね、チケット持ってると半額らしいんですけど、 C チケの方はそのままね C チケを持っていけばいいんですかね。はい。あとは海峡夢タワーね、入場料金2割引きですね。あとサイン会やられてたんですね、私全然気がつかなかったですね。はい。整理券が9時45分ということは、私たちがですね7時ぐらいにですね山口出て、現地に9時ちょっと前に到着といった感じだったんですけども、なんかこんなのされてたんですね。はい。すいません、全然気がつきませんでした。はい。あとはですね、まあ、ゆるキャラがねこう何体かいたみたいですけど、ちょっと残念ながら私ホックンをね今回見かけてないんですけど、シモルンはね見ましたね。あとゆめさんちょっと見てないんですけど、はい。あとは抽選会ね、私残念ながらね外れてしまいましたけど、あとはハーフタイムショーということでね、関門よさこいれによるよさこいれパフォーマンスということで、メインのねスタンドの方でされてたんですけど、残念ながら下陸ビジョンがないのでですね、ずっと遠くからこう見るしかないというような感じで、残念ながらですね、あんまりねどういうことやってたかっていうのが遠目にしかね見れなかったのが、まあ残念でしたね。はい。あとはですね、山口バスダさんですね、いつものようにブースを出されてまして、なかなかねキーホルダー当たりません。はい。今回もね私、残念ながら外れということになりましたね。あとはリサイクル医療の回収されてたんですかね、ちょっと普段だとメインのねコンコースでされてるの見かけるんですけども、ちょっとねどこでされてるのかすいません私は気がつきませんですね。どうですかね、ちょっとね維新とねスタジアムの構成が違うので、基本的に物販とかねいろんなものが全て
メイン側にねあるというような状態になってまして、ただまあグルメガーデンはね一列にずらっとこう並ぶのでなかなかね良かったんじゃないかなと思いますね。前もねスペースがありますので多少人が並んでもね困んないというようなことと、あとメインの普段だと普通にお客さんのところがね出入りするところがあるんですけど、その前が階段になってますので皆さんねそこ椅子代わりにして結構なね人数が、座ってましたのでね、ちょっと維新と違った感じのね、食事の取り方をされてたんじゃないかなというふうに思います。あとはチケットのね販売をされてましたので、今度のねロアスト戦と天皇杯のチケットをですね2枚、今回ね私買ってきましたので2試合ともお邪魔をね、しようかなというふうに思ってます。はい、ではグルメガーデンということで今回はですね下関独自っていうんじゃなくて普段維新でねお店出されてるスタグルのねお店がそのまま出されてるということで、下関のね限定メニューということでやっぱり服をね使ったものを出されてたみたいですね。今回ですねちょっと時間がちょっとまあ中途半端だったのもありますし、普段だとね朝ものすごく早く出かけるのでお昼頃ねちょうどお腹がすくような感じになるんですけども、朝がねちょっと普段よりゆっくりめだったのでお昼はねちょっと、食べなかったんですけども、お知り合いからですねクジラの竜田揚げちょっといただいて、これ今よく見ると30食限定なんですね。はい、貴重品だったみたいですけども、カシネ学校給食で食べたようなクジラのね竜田揚げと、いうことでした。はい、であとはですねそうですねやっぱり駐車場がねないっていうのがかなりネックですよね。とか言いながらねなんだかんだで皆さんバスで来られたりということで、まあねそれなりに混乱なく来られてたみたいですので、まあただ一部の方はですねスタジアムまで来られて入り口でねガードマンに止められて U ターンねする車っていうのは何台も何台も見かけましたので、まあなかなか難しいんでしょうね。ツイッターとかねあと公式サイトだけで告知っていうのもねまあ限界があるみたいで、まあかなり昨年よりもですね駐車場がないよないよっていうのは告知のね回数も増えてたと思いますし、ツイッターとかねされてる方だと下関のね地元の方が駐車場情報なんかをね上げたりしてましたので、まあそういう分でですね積極的に情報をね収集されてる方はまあまあそれなりにね駐車場が花からないぞということで多分カモンワーフの辺にね車置かれたりというようなことをしてたんじゃないかなとね、いうふうに思います。はい、というところでですね、まあ、スタジアムの、ね、雰囲気は、これぐらいに、ね、しようかなと思います。はい、それではゲームの方の、ね、話に入っていきたいと思います。今節のですね、スターティングメンバーになります。ゴールキーパー山田、ディフェンダー渡辺、これね高台帰ってきましたね。はい、あとは前選手ですね、あとチャニョン香川ですね、でミッドフィールダー佐藤小野瀬、池上加藤小塚ということで、ジョージがね先発ですね、大輝もね珍しく先発ということになりました。でフォワードはね岸田のワントップということになりました。でどうですかね、今回ゲーム見てた感じだと3バックか5バックかとね、いう風な感じでしたね。ダゾーンの解説の方はなんかしきりに5バックだっていう風なこと言われてたみたいですけど、ちょっと私まだ見返してないのでそこはねわからないんですけども、少しねディフェンスの辺が変わってきてたみたいですね。まあ上野監督からですね、今監督代行にね変わってますので、まあその辺で少し戦術がね変わってきたんだろうということですね。はい、であとはですねベンチですね、サブの選手がゴールキーパー村上、ディフェンダー宮城、広木高柳、あすみません、ディフェンダーですね、はい、広木までですね、でミッドフィールダー高柳、清永、美雪、フォワード米沢と、ね、いう風な布陣でしたね。はい、清永選手はですね、あとまあ、あとは光大と村上選手はね、土曜日下関のね試合があった次の日に宇部でちょっとねレノファ絡みのイベントがあったんですけど、そちらの方にね練習が終わって、駆けつけてくれましたので写真ね撮らせてもらったりというようなことしましたけども、ちょっとね半分スタッフみたいな感じで参加してたのでね、ちょっと選手との話はできませんでしたけども、
3人の、ね、姿を日曜日も拝見をしました、はい、でスタメンはですね、まあ、こんな感じでフォーメーションはね、まあ、3バックか5バックかっていう風な感じだったんですけども、まあ、ゲームの方はですね、まあ、特別いいとこがあるわけでもなく特別で、ね、悪いところがあったわけでもないんですけども、前半ですね、はい、あのいつものパターンでペナルティエリア内までねボール持ち込まれてっていう時に後ろからねチャージで PK 取られるということで、これはどうなんですかね、人によっては PK じゃないとかっていうようなことを言ってる方もいますし、完全なね PK だったっていう方も、いたみたいですけども、ちょっとまあダゾーンね、私もまだ見返してないので個人的にどうだったのかよくわかんないんですけども、まあね PK で1点やられてももう2点ぐらい取れば勝てるぞっていうのがね J3 時代のレノファだったんですけども、最近はねなかなか得点力もねありませんので、 PK でもね1点取られると結構きついですね。でまた町田さんがあの守備はね相変わらず堅守ということで、なかなかゴールね割るのが難しい相手なんで、先制点取られるとね今のレロマだとちょっと逆転するのはかなり厳しいですよね。で相変わらずなんですがシュートもねまあ5本ということで、まあ監督ね変わったばっかりで、選手はねそれなりにモチベーションが高かったみたいですけども、そんなにね監督解任ブースはねやっぱりないんだというのをですね、証明してしまったかなということになりますね、はい。まあ、あんまりあのなんか淡々とですね、試合は進んでたので、ぶっちゃけもうあの語ることがねあんまりないんですけどね、はい。まあ、ちょっとね監督のねあの上野さんから変わったということで、まあ、今回の試合だけ見るとなんかもう素晴らしい縦ポンサッカーっていうねいう感じで、なんかあんまりね細かくパスをつないでっていう風なのがなくて、もうシンプルに縦にねポンと入れていくっていう風な感じのね戦術に立ってましたね。まあ岸田がもう頑張って走ってくれたんですけど、なかなかパスのね精度的なもんもありましたし、ワントップということでですね、まあ、岸田だけがね前にいるっていう風な感じだったので、思ったようにはねなかなか岸田のね足が活かせなかったということで、まあ大輝もね結構頑張って走ってはくれたんですけども、やっぱりパスの精度的なもんで大輝のね俊足も活かせないという風な感じでゲームがね進んだかなということでしたね、はい。まあ星君がねどうもなんか今回出てなかったので、いつものねあの左から崩していくっていうのもなかなか見られませんでしたのでね、その辺はちょっと残念だったかなという気がしますね、はい。ということで、なんか、なんていうんですかね、あんまり語りどころのないサッカーだったのかなというふうにね、気がしますね。町田さんもね、もう1点ぐらい、こう、取れてもよかったような気もしますけど、まあ、町田さんもね、シュート9本しかないということなので、まあ、レルファーのね、守備もそれなりに良かったので、ちょっとね、攻めあぐれたのかなという感じで、まあ、見ててあんまりね、面白いゲームじゃなかったかなという感じですね、はい。ということで、まあゲームはねそこそこで、で今回ですね、あの新しいチャントがね入りまして、ジュアル KB のですね、あのファイトフォアレノベーションですか、はい、こちらがですね新しいチャントに入ったということでですね、まあセットプレーの時にね歌うのかなという感じですね。ちょっとねあの歌詞を微妙に間違えてる方がいらっしゃるみたいですけどもね、はい、レオレオじゃなくてウェオウェオですからね、はい、あの CD 買った方とかはですね歌詞カードありますので見ていただくといいんですけど、なんとなく歌いやすいとかみんなが歌うやつがそのまま定着してしまうと、それがね正しいチャントになってしまうので、間違いは早めに正しておいた方がいいかなと思いますけども、はい。まあ次回もね、このまま使おうと思いますので、まあ、次はですね横浜になりますので、あとね横浜ではまだね使わないかもしれませんけど、その次が岡山さんですかね、はい、次のねホームの時にまたやるようになるかと思いますのでね、頑張ってちゃんとね歌って、この新しいちゃんとはですねなんか皆さん飛びましょうということになってましたので、私もですね飛び年がいもなく
珍しく久々にねジャンプしたんですけども、足がね筋肉痛で大変なことになってますけども、はい、少しでもね選手の後押しになればということで、え、皆さんね、頑張ってみましょうということでですね、すいません、もうですねちょっと退屈なゲームだったのであんまり語ることがねないので、次節のですね横浜戦に期待をしようというところで、今回の放送はですね以上にしたいと思います。それでは皆さんまたお会いしましょう。さようなら。I'm sorry.